ウ連ーニュース・米ビルボードが17日、現地時間に発表した最新チャートによると、韓国の人気グループ、BTS ・防弾少年団のユング・クーク、ジョングクのソロ曲、スタンディング・ネクスト・トゥー・ユーがメインシングルチャート、ホット100で76くらい、ファーストソロアルバム、ゴールデンがメインアルバムチャート、ビルボード200で43位に入り、 いずれも10週連続ランクイーンを果たした。ゴールデンは昨年11月に発売された。スタンディングネクストトゥーユーは同アルバムのタイトル曲。一方、韓国の女性グループ、ブラックピンク、ブラックピンクのジェニーがカナダ出身のシンガーソングライターのザ・ウィークエンド、女優のリリー・ローズ・デップとコラボした米ドラマ、ザ・アイドル・ジ・アイドルのオリジナルサウンドトラック、OST。 ワンオブザガールズはホット100で61位だったビルボード200にはゴールデン以外にも k-pop アーティストのアルバムが複数ランクインしたストレイキッズストレイキッズのラクスターロックスターが66位ニュージーンズニュージーンズのゲットアップが176位エイティーズエイティーズのザワールド r l d e p フィンウィル l が195位につけた